もっとカレーつけて食べなよ、もったいない。カツじゃんそれ。だってさ、普通のカツだとしてもさ、ソースつけて食べるでしょ、うん、なんでそんな何もつけないでカツカレーのカツ食べるの。うん、美味しくないでしょ。何の味もしないじゃん、衣の味だけってこと。カツカレーが垂れる。なんかさっきもだったじゃん、なんかチョコバナナのチョコ早々と食べちゃって。おいしい。もう最近なんだよね、私こんなにあの、うん、果物を買って食べるようになったの。大人になってフルーツ何が好き。いちご。いちごでしょ、ほら知ってる、見てればわかる。好きそう。好き。なんかいちごを見る目が違うもん、やっぱり他の果物を見る目と。だってスーパー行った時もさ、うん、もう一番最初にもういちご、いちごこうやってやったじゃん、あんた。なんかあの周りのおばちゃんかき分けてさ、肉こうやって、いや一人突っ込んできたよな、おばちゃんね。うん、割り邪魔やったし。やめて。なんでさ、あんなさマックのベーコンポテトパイってなくなるんだろう。どういうこと。え、だからアップルパイはさずっとあるじゃん。あー、ベーコンポテトパイってなんかたまに出てきてさ、いつの間にかなくなってるじゃん、いつも。美味しいからじゃない。どういうこと。じゃあ残せばいい。美味しいからあれやん、そのレア感を出すためにじゃない。えー、え、そうじゃないちゃうんかな。え、だとしたら納得いかないんだけど私。うん、だって私ずっと食べたいよベーコンポテト。わかる。別に期間限定だからって、うん、なんか心を踊って買ってるわけじゃないの別に。いや、期間限定で出たら絶対買ってるやろ。買ってるよ。心踊ってるやん。踊ってるね。いちご何。いちご何個食べれる。リアル。うん、30個ぐらい本気出したら。そんなもん。意外とだって、あんた、え、私練乳かけていちご食べたことない。え、いや普通にいちごだけの方が美味しいけど練乳もいい。え、なんでわざわざかけんのじゃ。ん、味変ってこと。何、早く言って。いちごの味による。ん。やかましい、本当にな。やかましいんだけど今の、なんか何今の、何が分かんのお前に。いや、お前なんかに、お前なんかにいちごのなんか味の変化なんて分かってるわけないし。分かるだろ。分かってるわけないし。すごくいちごも嫌だと思う、あんたになんか分かられてるのって。じゃあ初めていちごに練乳かけて食べます。うん、食べて食べて。え、好きやで。え、でもブエって甘いの好き。あの、分かりやすいぐらい甘いの。あんまり。あー、じゃあ好きじゃないかもしれない。どのぐらい。どのぐらい。好きな人はもう死ぬほどかける。どのぐらい。もうちょっと。もうちょっと。垂れてくるの早くない。早い。いい、このぐらい。うん、うん、あ、もうあれだね、あからさまにいちごミルクの味になるんだね。うんうん、どう。うん、あ、でもその通りだわ、酸っぱいいちごには合うわ。うわ、ん、これが甘いから、うん、甘いのにかけたらもう甘々だもんね。おい、うん、しい。舐めてる。聞いてよ、何、私に。うん、食べたいもんない。なんて。なんて言ったの今。好きな食べ物ない。は、それじゃねえよ。それじゃねえよ。好きな食べ物何。そんなの聞きたくねえよ誰も、バカ。最近好きな男はおるんですか。はい、あの時いなかったんですけど、前に動画撮った時はいなかったんですけど、ちょっとだけ気になる彼が今できました。どう、年上年下。え、そこまで言うの。どこまで言えるの。うわ、うざい。好きな。あ、なんかね、この間ね、なんかリューチェルになんかちょっと深いこと言われて、なんか好きな人じゃあできたんだって言われたの、うん、したら好きっていうか、まあ気になってるかなって言ったの、うん、そしたら好きと気になってるって何が違うのって言われたの、うん、確かにと思って、うん、だからあれなのかな、なんか向こうがなんか私のこと好きになるっていう自信がないから気になってるぐらいにしてんのかな、自分が。おさ、ちょっと逃げてんだけどね、どっかね。うんうんうん、あ、でもね、万が一ね、万が一その彼と付き合ったら9年ぶり、今付き合ったら9年ぶりになるんだけど、彼氏が
ダブルデートできそうな感じ。え？かも。なんかその、今日会ったじゃん。あ、うん、彼氏と、うん。仲良くなれそうな感じかも。え、見せたよね。見せた。あ、どこまで言っていいか分からんから。え、言っていいよ。どうだった？見たの。忘れた。ふざけんなよ、マジで。え、でも、かっこよかった気がする。かっこいいな、顔。忘れたんでしょ？え、かっこよかった。ブスって思わんかった。買ったからかっこいいんやと思う。あ、え、でもかっこいいな、かっこいいって言ってくれた。うん、かっこいいやん、ええ、って。でもまだまだ何さ、なんでまだ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 ですよ。敬語だし、まだ。でももうへん、敬語。年下が使ってくる敬語。あ、そうなの。かわいな、わかるわ。そうなの。年下の男が使ってくる英語、英語じゃない、敬語。いや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 、キモいだろそれ。敬語燃える、かわいい。わかる。え、あんた年年下好きやねん。今も？あの人年下やから、今の彼氏が。でもあれでしょ、年下っぽくない年下が好きなんでしょ。でもさ、ちょっとさ、なんか年下っぽいとこが出たら可愛いなと思って、なんか頼られすぎたら嫌やけど。ああ、でもよく3連続年下やで、今まで昔の元彼とかさかのったら。何なのそれも、なんか洗練図だからの、本当に。何言ってんのあんた、バカなの、なんか千人族年下やで。何言ってんだ、こんなラッチトラクタイトも酔ってた。あんたの臭いんだもん、へぇ。フェードストーリーのやつもうめっちゃ勝手に載せられてんねんけど。あ、 YouTube、 あれ誰載せてんだろうね。やばいよな、古川のね、おならおならの動画。私がストーリーに上げたのは3年前ぐらいなんだけど、それが勝手に YouTube に上がってて、それで今何回再生ってたの。120もうね、え、339万回。ほなで飯食えるって、すごいね、稼げるって。ペーと降りすぎる、ペーの谷間とかもあんで。え、何回？1万しか言ってない。私の谷間1万再生しか言ってない。ムカつく。なんで、なんであんたのおなら300超えてて、300万超えてて、私の谷間1万しか言ってないわけ。そりゃそうやろ、腹立つ。3年前すごい私たちよく一緒にいたんですけど、まあ今もまあいるんですけど、あの同じマンションに住んでたんですよ。そうそう、で私たちまあ今そこには住んでないんですけど、うん、どっちもあの、うん、事故物件になっちゃいました、うん、私たちが出た後。へえ、出てすぐじゃん。私が出てすぐになんか首吊っちゃった人がいたらしくて、怖くない？うん、どの部屋かは分かんないんですけど、会ってた、すれ違ったりしてた人かもしれないもんな。あ、そうか、住人だったらね。え、なんか怖い話とかないの？ない。ペイが住んでた家が全部事故物件になるっていうことしかないな。あ、そうだ。前に住んでた、古川と同じマンションに住んでたんですけど、その前に住んでた家も私が出た後にそれも首吊りだ。でも逆にさ、いいよな、まだ出た後やからさ。そうね、うん、私がそのマンション、その建物の木を全部、いい木を吸っちゃって出ちゃうのって。何？占いとか行くタイプ？また占いの話？何なの？また言ってんの？あんた前も言ってたよ、占い行ってほしいって。何なの？バカなの？本当に。何なの？その、なんで私に占い勝てたいの？なんか。何のつもりなの？それは一体。人の占いでおもろいよ。え、行った最近？言ってないけど、占いがって話してたら、友達、周りの人行きたい行きたいとかって、もうその占い師に20人ぐらい紹介した。すごくない？うん、僕の毛ついてる。どう？うまい？めっちゃうまい、うん、油ぎとぎどう？まあまあ、でも美味しい、大好き、うん、ポテトなかったよ、今、あんた食べたとこ。あ、いや、あるないよ、もうここ食べて、ここ、真ん中ちゃんとさ、なんかさ、美味しいとこ食べて、いつも一口あげると。寂しいし、妖精のおばちゃん。私さ、食べてほしいの、ちゃんと美味しいところ、うん、いつもなんか端っこ控えめに食べてさ、うまっ。ほら、全然違うでしょ。一緒一緒、
うるさいやろ。本当にうるさい。なあ。うまっ。うん。お前、うん。本当にあれだよね。後ろ見ないで行動するよね。みんなに悪い。な、やばいよあんた。ちょっともう。どうやばいの？なんか何かが欠けてんだよ多分。でも何も他に飛び抜けてることないやん。どういうこと？何か欠けてる人って何か飛び抜けてるって言うわ。飛び抜けてるわよ。ほんまに？うん。ちゃんと何か運はいいじゃん。じゃあ運とかじゃないよ。じゃあピアノがめっちゃすごい弾けたりとかあるやん。ないねんけど。本当なんかあれだね。全部うまくいってるね最近。でも何かできるわけではない。え、だから腹立つのよ。なんか秀でてるわけじゃないのに全部うまくいってるじゃない。だから腹立つの。占いに言われた。なんで？言われたの？うん、占いで、うん、守護霊がやばいって言われた。守られてんだ。なんかもう先祖とかするのじゃなくて、うん、神様仏様レベル系がついてるって言われた。はぁ、ね、運いいでしょって言われて、まあまあ、まあ、悪いことはないかも。運いいでしょって言って運ってたの。しょうもない。使ってほしい、これだけは。